皆さんこんにちは、契約 DIY です。今日はですね、地味に不便でコスパが悪い問題の解決を目指す 9V 角型電池の自作テストをご紹介していきたいと思います。皆様、9V 角型電池というものをご存知でしょうか。まあ、こちらのような電池なんですけど、これ電気工作をしていると機器の電池として結構よくあるんですよね。しかしこれがなかなかの癖物でして、まずこれ入手性が良くないです。これ電池持ちも良くないんですよね。またこれ専用の電池になってしまうんで管理もかなり面倒です。おまけに値段もかなりしますよね。このように欠点の多い電池なので、前から何とかしたいと思っていたんです。そこで今回は 9V 電池の自作に挑戦してみました。これが完成の暁にはいろいろ面倒な 9V 角型電池からおさらばできる予定です。自作の 9V 角型電池をどうやって作るのか、設計の紆余曲折もありましたので、そのあたりも含めて個人的な見解と合わせて皆様にご紹介していきたいと思います。まずはじめに 9V 角型電池とは一体何なのかについて簡単にご紹介していきたいと思います。こちら電圧はもちろん 9V ですね。乾電池の 1.5V より断然高いです。そして形状はこちらのような角型です。横幅がだいたい 25.7mm、奥行きが約 17mm、高さが電極合わせて約 47.5mm ですね。なお電極はこちらのような専用のスナップ式となっています。このような感じでしっかりと固定できますね。プラスとマイナスの形状が決まっているので、間違えて接続することもないです。そして電池の内部なんですけど、実はこちらのような小さな電池が6本直列になっているんですね。 006P 型電池、積層型電池とも呼ばれます。こちらがそうなんで、試しにこれをちょっと分解してみたいと思います。まずニッパーで被覆を剥がしていきます。これはケースが樹脂タイプなんですけど、このケースが金属のタイプもあります。このスナップは流用できるので取っておきます。さて、ここからは 9V 角型電池の自作方法について設計方針からお話ししていきたいと思います。まず大前提として、コスパが悪くならないようにするのが原則ですね。なお 9V の角型電池は100均で110円で売っています。最初に110円以下で何とかして作れないか考えてみましたけど、それはどう考えても無理でした。だから自作が意味ないかといえばそうではなくて、イニシャルコストは110円以上でもランニングコストが安ければいいんですね。ただいくらランニングコストが安いからといって、イニシャルコストが高すぎたらダメですから、できるだけ安く抑えるのは大原則です。一応 Amazon 調べてみると、1本1000円ぐらいで充電式の 9V 角型電池もあります。まあそれ以上かかるようだったら自作するメリットはないのかなと思います。そして入手性も考慮します。管理が面倒にならないように、入手しやすい汎用的なパーツを使いますね。そして作るのができるだけ簡単なことも大事です。誰でも作れるというのが重要だと考えています。いわゆる職人芸的なのには頼らなくても作れますね。
そしてサイズはもちろん角型電池の大きさ以下にしないとダメです。機器のケースに入らなかったらダメですからね。そして電圧も 9V 必要です。これが何気に一番難しいかもしれません。これらの条件を考えると手段がほぼほぼ限られてきます。ほぼ唯一の方法が小型の乾電池を使って電圧を DC コンバーターで 9V にする方法ですね。サイズ的に使えるのがほぼ単4乾電池しかないです。これギリギリ高さ入るんですよね。単4型は1本20円ぐらいで入手できますから、交換式にすればランニングコストは激安です。そしてこれ容量を考えるとギリギリ2本入ります。たださらに DC コンバーターを入れるスペースも必要です。サイズがめちゃくちゃギリギリなので形状はめちゃくちゃ検討しました。 3D CAD とか 3D プリンターで試したりもしてみました。乾電池2本はギリギリ OK。 そして DC コンバーターが難しいです。これ有名な MT3608 という DC コンバーターです。まあギリギリ入るっちゃ入るんですけど、海外の動画ではこれめちゃくちゃ改造して基板を切り刻んで小型化して MT3608 を突っ込んでいる人もいました。 MT3608 を使う方法もあると思いますけど、今回は DC コンバーターにはこちらも以前の動画でご紹介した超小型のタイプを使います。これより小さいのはちょっと私知らないですね。まあこれならかなり余裕で入ります。もうネタバレはしちゃってるんですけど、これ1個 5V 出力なんですよね。これをどうするのかといえば、ちょうど電池が2個ありますので DC コンバーターも2個使えばいいと分かりました。 5V を2直列で 10V となります。9V より多少は大きいですけど、 10V でも問題がある機器はまあほとんどないんじゃないかなと思います。そのぐらいの余裕はあるんですね。ちょっと原因はわからないですけど、ハンダが乗らないです。この板ニッケルストリップっぽく見えるんですけどね、違うんでしょうか。ここには乗りました。一安心ですね。さてとりあえず乾電池を接続してみました。単4乾電池2本と 5V の DC コンバーター2直列の組み合わせでだいたい 10V 達成してますね。これ DC コンバーターが1個100円、2個で200円で、あと乾電池代を足しても全部で250円ぐらいで収まりますから、これはかなり良いですね。あとこれちょっと配線をカットしてこういったケースに入れればこれでもう使えるとは思います。しかしここでとても大きな問題が明らかになってしまいました。なんと何も接続していないのにもかかわらず
乾電池に電流が流れてしまっているんですね。55マイクロアンペア流れています。 DC コンバーターというのは何も負荷を接続していなくてもわずかながら電力を消費してしまうんです。これは海外の自作品や市販品の充電式 9V 電池も同じだと思います。 DC コンバーターを使う限りは避けられないと思うんですよね。消費電力は非常に少ないので普段なら問題にはならないと思うんですが、乾電池で運用する場合は話が違います。めちゃくちゃ消費電力が少ないのでちょっと計算間違えていたら申し訳ないんですけど、だいたい単4乾電池だと2年ぐらいで空になってしまいます。まあ2年をどう見るかですけど、まあ2年ぐらい持つなら別にいいという方もいらっしゃるでしょうし、待機してるだけで2年なんで実際使ったらもっと短くなると思いますから十分ではないと考える方もいらっしゃると思います。あと電池の接続も少々問題ですね。長さ方向に余裕がないんで電池の接続は、まあこれ本当はあまり良くないんですけど、今回はハンダしてしまっています。交換しなければならないとなるとちょっとこのハンダ付けはめんどくさいですよね。まあ素早くやればまず大丈夫だと思いますけど、乾電池の端子にハンダをするというのも電池にダメージがいくのであまり望ましいとは言えません。そして待機電力問題を解決したのがこちらの試作2号機です。まあスイッチつけただけなんですけどね。根本的に解決するには電池と DC コンバーターとの間にスイッチをつけるしかないです。しかもこれ2本あるので2回路入りのスイッチを使う必要があります。いいですね、待機電力の問題をちゃんと解決してます。これ一応スイッチを追加しても角型電池のサイズにギリギリ収まるんですけど、機器を使うときにわざわざ電池の蓋開けてスイッチを入れるなんてめちゃくちゃめんどくさいですよね。ですからこのスイッチだけを外に出す形になると思うんですが、そうなると機器の外観とかにも影響が出てきます。ですからこれも一長一短ではありますね。次に思いついたのは単4型のニッケル水素電池を使う方法です。これたまたま N ループがあったんで今回これ使いたいと思うんですが、単4型のニッケル水素電池は100均で110円で売ってますね。2本で220円、 DC コンバーターが200円ですから合計420円くらいとなって、そんなに高いわけではないですけどイニシャルコストは増加しますね。ニッケル水素電池は充電して何度も使うことになりますので、ハンダではなくてスポット溶接機でタブを溶接したいと思います。いやミスりました。なかなか面白い絵が撮れたんで一瞬サムネにしようか迷いました。スポート溶接機のパワーが強すぎて手が滑ったらこのありさまです。 N ループ仕様完成しました。ただこのままだとショートしたりする可能性があるので、露出している端子をこちらのグルーガンで埋めて絶縁処理をしていきたいと思います。絶縁処理が完了しました。これこの状態で充電どのようにやればいいかというと、このまま充電器にセットすれば充電できちゃいます。問題なく充電することができますね。あとは 3D プリンターで作ったケースに入れていきます。ちょっと知恵の輪みたいになっていて入れるのが大変ですけど、なんとか入るはずです。微妙に入らないですね。スイッチさえなければ余裕なんですけど、先入観で箱型にしなければならないと思い込んでいましたけど、冷静に考えたら機器に入りさえすれば
箱型である必要はないですね。というわけで箱型ケースにこだわらずにもう機器に直接入れていきたいと思います。その前に動作確認だけしたいですね。電源入れます。いいですね。いや本当にギリギリですね。電池の直径が10ミリでこのスイッチの厚みが7ミリあるんで、もうその時点で箱型電池の厚みと全く同じです。まあギリギリ入るっちゃ入りますね。いいですね。いかがだったでしょうか。今日はコスパの悪い 9V 角型電池からの脱却を目指した 9V 電池の自作実験についてご紹介しました。単4アルカリ乾電池タイプ、単4ニッケル水素電池タイプなどいろいろなタイプを作りましたけど、どちらも使えるとは思いますが欠点もあって、どっちがいいかはちょっと一概には言えないですね。個人的には電池にハンダ付けするぐらい大した手間でもないので、アルカリ乾電池タイプの方が管理の手間が少なくなっていいんじゃないかなと思います。ニッケル水素電池タイプは充電の管理が必要なんですよね。まあスイッチはお好みなんですけど、スイッチなんてなくても2年ぐらいは持つ感じなんで、まあ個人的にはこれもなくてもいいんじゃないかなと思います。ずっと入れっぱなしでめったに交換することなんてないよって方は、今まで通りの 9V 角型電池でも全然いいとは思うんですけど、私みたいになんかしょっちゅう交換してる人は今回のような自作電池にコンバートするのもありかもしれませんね。私はもう 9V 角型電池の管理にはほとほと嫌気がさしちゃいました。私の理想は乾電池は単3型と単4型のアルカリ乾電池の2種類だけに統一したいんですよね。そうすれば電池のコスパもいいですし、管理も圧倒的に楽になると思っています。今後はこちらの単4乾電池タイプで運用していきたいと思います。さて今日の動画がもし参考になったよという方はぜひ高評価の方をお願いいたします。また私のチャンネルではいろいろな倹約になる情報をお伝えしていきたいと思っていますので、もしそういったことに興味がある方はぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。それでは今日も長時間のご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまた次回。さようなら。